桃子と平井桃は日本のアイドル、ダンサー。韓国のガールズグループ、トゥ i イスのメンバーである。2017年1996年11月9日、京都府鈴木郡田辺町に生まれる。3歳より大阪のダンススクールに通いダンスを習い始める。2008年、小学5年生の時に韓国の歌手であるレクシーによる楽曲、マッピープルの ミュージックビデオにキッズダンサーとして出演。2011年、中学3年生の時に、ネ、ね、イやダンススタジオの仲間と共に結成した4人組、ダンスグループ、バービーとしてネットで放送された、韓国のオーディション番組、スーパースター k 算に、日本代表として出演するも、第3次予選で敗退。2012年、姉と共に踊っている動画を YouTube に、 投稿したところ、JYP エンターテインメントからスカウトを受けた。その後オーディションに参加し、同年4月13日に、現、t ゥ i イスメンバーのサナと共に練習生となった。2012年には、サナを含む他の日本人練習生と共に、4人組の日本人、アイドルグループとしてデビューする予定だった。しかし、当時の日韓関係の悪化や、 他の日本人練習生が事務所を退所したことにより、計画は白紙となった。2015年5月5日より、ネットで放送された、韓国のオーディション組、シックスティーンに出演。一度脱落するものの、パクジニョンプロデューサーや、事務所のトレーナーからの推薦によって、通意と共に、異例の追加合格を果たす。その後10月20日に、トゥアイスのメンバーとして、正式にデビューした。 2020年 JYP エンターテインメントとソニーミュージックが主催するオーディション番組二次プロジェクトにて特別審査員を務めた2021年1月21日ダンススクールの後輩であったユーカドによる楽曲スーパーヒーローのミュージックビデオに出演血液型は A 型 TWICE ではメインダンサーサブボーカルを担当ダンスは ダイナミックさと柔軟性を兼ね備え、ダンスブレイクも担当する。メンバーカラーはピンク。サナ、ミナと並び、日本人メンバーの一人であり、モモリニア、モグリ、名前とダンスマシーンをかけた、ダンスモシーンの愛称で親しまれている。性格はほがらかで抜けているところがある反面、メンバーが驚くほどの練習量をこなし、トレーニングにおいては、非常にストイックである。 3歳より13年間習っていたダンスの実力は、K-POP アイドルの中でもトップレベルであり、ダンシングマシーンの異名を持つ。食べることが大好きで、好物は豚足。ザウの名は、頑張れば美味しいものが食べられる。韓国ギャラップの2018年、アイドル選考度トップ20で20位にランクイン。ありがとうございます。